て、いよいよ戦力も充実してきましたし、他の新規を探しに行く前に一度パーティー編成を考えましょう。ねえお姉ちゃん、なんだかベールさんいつも以上にすっごく張り切ってる感じがするけど、気のせいじゃないよね。ブーケちゃんっていう攻略対象がいるし、やっぱりネトゲの中だしね。あ、主役は私だからそこんとこよろしく。タイトルにもちゃんとサイバーディメンションネプティアヌって書いてあったでしょ。あははは、ベールさんにいろいろ教えてもらえるのは嬉しいよね。私の方こそネプギアちゃんと一緒に遊ぶことができて嬉しいですわ。ありがとうございます。魔法職って実はあんまりやったことがないので、コツとか教えてもらえると嬉しいです。もちろんですわ。はあ、ブーケちゃんもいいですけれど、やっぱりネプギアちゃん可愛いですわ。煩悩を一切包み隠してないわね。というかベールさん、合流してからずっとネプギアにくっついてる。あー、もしかしてユニちゃん羨ましいの？羨ましいの？はてな。え、いや、なんでよ。ほうほう、三角関係ですな。あ、待てよ、私もベールとネプギアを取り合うから四角。姉である私のことを忘れてないかしら。ベールにユニは渡さないんだから。お姉ちゃんまで。おっと、まさかの五角。もしかして八角まで増えちゃう？何はともあれ、皆さん職業が違いますから、得意分野やバランスを考えてパーティーを組んでみるといいと思いますわよ。なんで私が話に乗った途端に巣に戻るのよ。まあ、あまり失敗を恐れずに試行錯誤してみることが大事ね。じゃあ編成をチェックしたら次の新規探しへレッツゴーだよ。